ドイツと日本からお届けする姉妹カンパニー。今日は主婦が起業するときに大切なことについてお話ししたいと思います。まあ私たちがね、専業主婦から起業した経験があるので、まあお伝えできることがあるとすれば、やっぱりこれっていうのがあって、誰かに聞かれる。もうね。もうね、とにかくね、もうね、自分が思ってる方よりも、多分めちゃめちゃもうなんかこう、甘いし、もう止まってるような。いやー、ほんまに。もうだいぶと止まってるわ、うん。びっくりするぐらい。そう。なんかさ、私らもさ、結構行動的とは言われるけどさ、それでももうカチカチやってやんの、脳、う、が、ん。なんかもう、いかに脳を使ってなかったかというか、自分を律するというそのけじめ、なんていうの？期日を決めるとかいうか、まあ、さ、そもそもさ、主婦にあんまないわけやんか。考えることっていうことがもうないよな、毎日。いや、ないよ。なんかもうほんまトゥードゥ、なんかもう、子供の行事とか、もう、まあ、なんやかやね、そこに振り回されてるよな。あ、そう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 。うんうん。そん中で。行事の基軸はもうそこやもんな。そう。そん中でさ。空いた日にな、遊ぶ、ね、遊ぶとかさ、ね、出かけるとか。なんか買い物とかランチとか。そうそうそう。うん。だからなんか充実して忙しそうやねんけど。うん。なんか人生。停滞ずっと。そうそうそう。人生が停滞やったわ。良くなるかっていう。びっくりするわ、もう。今から思ったら。いや、ほんまやで。うん。勘違いしてたな。ああ。そん時。いけてると思ってたよな。そうやね。充実した主婦と思っててん。ほんで、なんか結構忙しいって言われ、なんか、サブちゃんいつも忙しいや、みたいな感じで言われたりさ、ああああまあお姉ちゃんも言われてたと思ったけど。充実やと思っとった、ほんまに。そう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 。それこそが。まあなあ、あの、ランチ行ったりとか、ほどほどにショッピング行ったりとかさ、できとったから。楽しんでてとかな。そう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 。そんななんか。びっくりするほど成長してなかったよな。いやー、今思ったらなんかな、私起業していっちゃうショックやったのは、あ、こんな人生考えてなかったんやって気づいた。考えてないです。だってさ、書いたこともなければ。ないよな。まあ、書くの好きな人はあれやけど、そもそも私書くの好きでもなければさ、ね。なんかやろうかな、老後にみたいなさ。あ、そう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 。なんか子供が大きくなったらとかな。そうそうそう。手放した時に。っていうところでさ、で、起業したもんやからさ、もうさ、もう脳内がさ、もうあまりにもさ、あの、使えなさすぎて、びっくりしたよな。でもさ、めちゃめちゃ引っ張られるやん。そうやで。そっちの世界に行くのは怖いみたいなさ。まあ、周りも引っ張ってくるやん。でもなんかもう、怖い怖い怖いってなってさ、ね、なんかこう成長拒んどってんけど、なんかあのまま行ってたらほんまに、どうなってたの？繰り返しやわ。そうやな。それをほんと充実と呼んでたんやろな、多分な。そうそうそう。そう。だからこそやっぱさ、私らもさ、こう鍛えてきたやん。そらそうよ。高いお金払ってな。いや、ほんまやで、なんかずっと夢見とったん、高級車欲しいは思ってたけど、いや、買えるんだよかぐらいだから。それで、まあ、それで。いや、私もバーキン買えましたわ。いや、せやろ、せやろ、そう思うよな。買えてんけど、あの時にそのお金を使ってバーキン買っても、カスカスやってん。そうそうそう。そうや、そうや、そうや。見合ってない。だから、やっぱそれ、そう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 。もうなんか、なんやろな。もう、頑張って固める。そうそう、もう。見合ってないのにな。そうそうそう、っていう、なんか、になっとったし。だからそうやってさ、やっぱり、時間かけてさ、自分を作り上げたことは、結局、お金もかかってるやん、そんなに。そりゃそうだ。ってことは、やっぱお金かけてさ、だからお金ってエネルギーやから、お金をかけて、自己成長っていうのはもう必須やん。いや、必須よ。ほんまに。みんな拒むやん。せやねん、せやねん。なんかさ、相談受けることよくあると思うねんけど、お姉ちゃんも、そのまま、起業したいと思うんですけど、みたいな。でしたいって言うから、あ、じゃあこういう講座はとか、こういうコンサル受けたらとかさ、な、そういうなんか、その人に合ったアドバイスするとするやん。したいっていうのに、あー、何それみたいな。やらんのかーい。そう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 。
何その返事に困るのはみたいな。なんか、もうね、多いからさ。変わることがな。うん。で、なんか、いや、今タイミングちゃうしとかさ、いや、嘘やんみたいな。自分やるわかるわかる。わかるわかる。わかるよね。もうね、数年前の私たちならわかるよ、それが。そう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 。でも、今さ、明らかにさ、自己投資をして行動を変えてきた、資産の高いとこから、その時の自分を見ると、もう今すぐやれってことや。いやいや、そうやって。拒むな今すぐやっとけそう。そんな簡単じゃないぞと。ほんま。もう2年はかかります、皆さん。時間もかかるし、お金もかかるし、もうしんどいね。でもさ、私らがほんまに自分が実際にお金をかけて成長して、まあまだまだな、成長中やねんけども。そうそうそう。でもやっぱりさ、子育てが変わったやん。その子供は。ほんまにやってよかった。いや、思うよな。もう本当に。特にどんどん子供が大きくなって、中学生、高校生ってなったら、もう対大人になっていくからさ。そうそうそう。もっとぶつかった時に大きなことになっていくやんか。もう私はその未来がちょっと見えてたからさ。くっちくち言うな、みたいな。そうやな。いやよかったね。間に合って、ほんと。そうそうそう。子供の性格まで変えるとこやったわ。いや、そやで、そやで。ちっちゃいちっちゃい価値観でな、そんな専業主婦のさ、見てる世界狭いのにさ。でもその頃って、もうお母さん大人やねんからわかるねみたいなさ、全然わかってないのに大きい口叩くやん。もうだからね、もう本当に進めるわ。うん、そう。ぜひ。もう、今。学んでほしい。ほんまに。今すぐ。うん、今すぐ。これを聞いたら、そうね。コロナの時代やから、そうそう、今もしね。いませんで、いつやんねんっていうね。悩んでる、どうしようかなと思って悩んでる人がおったら、もう明日すぐ申し込んでほしいね。動いてください。お待ちしてます。はい。はい。お聞きいただきありがとうございました。ありがとうございました。姉妹カンパニーのチャンネル登録よろしくお願いします。